です。では、よろしくお願いします。こんにちは、島俊太郎と言います。志に薩摩の窓と申します。よろしくお願いします。ですね、この辺り、大学生の方いらっしゃいますか？手を挙げていただいてですね。青いですね。ありがとうございます。今日はですね、僕が紹介するのは、浅間道明さんの大学で何を学ぶか。何を書く、そうですね、僕も1年前まで大学に通っておりまして、5年半かけて卒業したんですけれども、大学の皆さん、大学生の皆さんに聞きたいんですけど、大学生活っていうものは多分すごく楽しいものだと思うんですけども、大学の授業ってめっちゃつまんないですよねっていうのを僕はちょっと言いたくて。面白いですか？面白い人もいますよね、それは。だけどですねなんですけど、僕はものすごいつまんなくて、ちょっと自分の話をするんですけれども、僕は九州の、片田舎で、宮崎ってところで育ったんですけど、昔からこう問題意識の強い、子供でしてで高校2年生の時に宮台真司さんとか上野千鶴子さんの本に出会いまして、社会学ってなんて面白いんだ、なんかすげえなっていうのがありまして、高校2年生の時に僕は社会学を志して東京の大学に行って社会学を勉強するぞっていうような、覚悟というか、決断をするんですけれども、1年浪人しまして、で東京の私立大学の社会学部社会学部に入学するんですね。で、本当に期待を人工胸を膨らませてやってきて、授業を受けるんですけど、蓋を開けてみたらもう絶望の連続なんですよ。もう全然面白くない。もう、教授がつまんないですよ。何言ってるか分かんないし専門用語がばっかりで全然面白くない。そして周りが、何より周りがもう本当にやる気なかったんですね。なんかエスカレーターで上がってきたようなやつらが本当にチャラって騒いでたのでここは何なんだと、ああいう風になって、一番こう決定づけたのは英語の授業の時に、そのエスカレーターから上がってきたやつが僕のところにぶってきて、この WO っていう単語を指して、これなんてどういう意味なのって言われて、WAR ですね。その時にもう本当に大学辞めようと思いましたそこは絶望の頂点だったんですけど、それで1ヶ月ぐらいで大学に行かなくなって、サークル入ってたんで、サークルとあとバイトを始めて、バイトとサークルに明け暮れる日が続いたんですけど、大学1年生の前期で取った単位が4単位だったんですね。で、このままじゃダメだと思って、プラプラしてた時に、出会ったのがこの本でした。大学で何を学ぶか。その当時の僕にとってものすごくこう、響くタイトルというか、その疑問そのままどう生きたらいいかっていうことが、もうまさにこの大学で何を学ぶかっていうことだったので、すごい突き刺さってこの本を買いました。で、それで浅尾さんがね、言うんですよ、この本の中で、その僕の言う通り、その君の言う通り、島君の言う通りだと、大学の授業はクソだよと、だから諦めろと、授業を諦めなさい、で大学は世間でしかないと、OB とのつながりだし、横のつながり、同級生、同窓生とのつながりだし、そのしがらみとか、どういう大学を出てたら、社会に出てどういうふうに見られるかとか、もうそういうことでしかないと、しがらみとか呪縛であって、何でもいいからそれを利用すればいいんだよということを書いてるわけです。それ言われて、でもう一つ言われたのが、言ってたとか書いてたってことなんですけど、大学をパソコンみたいに利用するんだと。トーフルとか、英検とか公務員とか、非常に有利な資格みたいなのを、市販のオプションをインストールして、社会に出るときのために、パワーアップしろと、いうようなことを言ってたんですね。それで、そこまでの内容を、そこにはすごく納得はしたんですけど、でもそこまでの内容だったら、こういう、類似もいくらでもあると思うんですね。大学で何を学ぶかっていう本のその枠を超えなかったと思うんですよ。で、僕もそこで納得したけど、ここで紹介するほどのインパクトは多分なかったと思うんですね。で、何が他の本と違ったかっていうと、この本はその先をちゃんと教えてくれたというか、なんていうか、資格とかと、あとその世間でしかないよっていう、その2つだけの事柄書いてあったら、僕多分浅野さんに会いに行ってこう聞いてたと思うんですね。それは何かって言ったら、僕が、じゃあ浅野先生、その言うことはよく分かりました、 とりあえずその授業を諦めて、その資格とか、その社会に出た時のためにパワーアップしなさい、そのための時間に費やしなさいっていうのは分かるんですけど、じゃあ僕が高校生の時に宮台さんとか上野千鶴子さんの本を読んで、いや社会学ってすげえな、面白いなって思ったあの感情を、もうあれも諦めなきゃいけないんですかみたいな、そういう疑問が常にあって、で、それを多分浅尾さんに聞いたと思うんですけど、浅尾さんはちゃんと最後の章の最後の最後で、僕みたいなやつに対しての答えみたいなのをちゃんと用意してくれてたんです。
それが、まあ、他のコント絶対的に違うところなんですね。はい、どうもありがとうございました。ただいまの発表を聞いてもちょっとこういうところを詳しく知りたい、そういう質問をお願いいたします。それでは質問のある方は挙手をお願いします。どうぞ。どうもありがとうございました。僕は、結構学ぶのが好きなタイプなんですけど、そういう人間が、まあ、あまりその大学の授業面白くねとかあんまり思ったことがない人間が読んでもダメになるような話ですか？いや、それは多分あると思います。その中でもっと踏み込んで大学の学問みたいなのをもっとこうなんていうか自分の生活にこう引き寄せるというか、まあ、そういうことをやっぱ大事なこととして言ってる本なので、まあ、疑問を持たずにその大学の授業が面白いと思っていてもさらにじゃあどこをどういうふうに吸収すればいいのかっていうようなことも丁寧に解説するようなことになると思うのですっげえおすすめです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。それでは次の質問いかがでしょうか。この本をきっかけに具体的にこう大学生活これが変わったっていうのはありますか？まあ、分かりやすく言うと僕は一番前で授業を受けるようになりました。で先生に何でも聞くようにしました。で、まあ、その答えって、まあ、一応伏せたんですけど、まあ、その例えばその学問とか教養みたいなのは諦められない人間がちゃんと生きるかみたいなの最後に書いてあるのを参考にして、じゃあ僕がどういう仕事に就こうかとか、まあ、どういうふうに生きていこうかっていうようなことを考えるようにはなりました。具体的になったのは一番前で先生にこうやってついて行って話を聞こうと思いましたっていうふうにしました。でも5年半かかりました。はい、それでは時間となりますので終了させていただきます。どうもありがとうございました。